雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地、なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりません。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。動いた。では後をつけろ。近づきすぎて見つかるのよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきてる。まだですが、客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村尾さんの弟だろ。マヌケに変わる。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はぁ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。貞雄は家族思いだな。はぁ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が悪化になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。ああ、抗う村人を殺した男は誰に雇われたと思う。知ってる、サザオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。お前も喋りすぎると賊に襲われるか。木こりの家、賊が固めておる。サザオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりません。何、すぐにわかるさ。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は。ヒナ、貞雄の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞雄は。わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。
館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか？聞こうとしても、あの女メソメソと泣きよってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで？隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしよって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。尋ねてみては？兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捕らえるぞ。急げ。あたりを調べよう。なぜヒナが狙われた？貞男から遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。貞男が来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか？言えば止めたか。守ると約束したのです。八郎、貞男の弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞男はどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。
諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞雄がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは雛を埋めてやる。せめとものなさけだ。後ほど野営で会おうぞ。